ベネラ8号は1972年3月27日にソビエト連邦によって打ち上げられた宇宙探査機である。ベネラ8号はベネラ7号同様金星大気層に探査機を軟着陸可能な速度で降下させるという目的で設計された。宇宙船は金星大気の調査を主目的とした探査機で機動船と着陸船で構成されていた。 搭載された機器は、温度経営、高度経営、ガンマ線、スペクトロメーターガスアナライザーと、無線送信機及び圧力計と、光センサーを含んでいた。このうち宇宙船探知機と、太陽風探知機、紫外線スペクトロメーターは、機動船に搭載されていた。ベネラ8号は1972年3月27日に、金星に向かって打ち上げられた。 探査機は1972年4月6日に中間コース修正を行い、同年7月22日に117日かけて金星に到達した。切り離される前に着陸船は高温の金星表面上で少しでも動作時間が長くなる陽気導船の冷却システムで液体窒素を使って前もって冷却されていた。金星への降下時はエアブレーキによって 時速 41696km からおよそ時速 900km まで減速され、その後高度 60km で直径 2.5m のパラシュートを展開した。地球の感覚から見るとパラシュートのサイズがひどく小さく感じられるが、これは金星の濃厚な大気に合わせたからである。着陸船は降下中からデータを転送し、 高度 35km から 30km の間に急激に暗くなる領域があること、そして高度 10km より下では、風速秒速 1km の風が吹いていることを測定した。着陸船は9時32分 UT にバシリーサレシオと呼ばれている、発光現象が観測されている、半径 150km の範囲の朝日の境界線上にある難易10.7度、 統計335.25度の地点に着陸した。着陸船の重量は4 9 5ラムであった。着陸船は厳しい条件で破壊されるまで着陸後50分11秒にわたってデータを送信し以前送られた観測データを追認することとなった。そこは摂氏470度圧力90気圧で地球で 四海1キロメートルの状態の曇りの天気にあたる明るさであった。これにより地表は写真撮影可能だと判断された。ベネラ8号の観測結果により初めて金星の雲は高い高度のみにあり、それより下は比較的晴れていることが判明した。また備え付けのガンマ線スペクトロメーターは、 地表のウラントリウムカリウムの比率を測定し、それが花崗岩に類似したものであることを明らかにした。ありがとうございます。